はい、ということでどうも皆さんこんにちは。メンタルケアっていいよね、ミグでございます。精神は安定した方がいい、ツッコミ担当のマリサだぜ。けど安定た方が女の人って好かれるよね、モナだよ。さてからちょうど9偏見なんですが、今回もマインクラフトをやっていきますよ。前回は確か粘土工業を始めたんだよな。そうですそうです、その通りです。グリフィンドールにプラス1点。いつからここ魔法学校になった。今回も工業を進めるのですが、粘土の供給数を安定させるために農業もしないとですね。いえいえ、農業、モナ農業大好き。そもそも粘土の供給数っていう日本語がおかしいのに気づこうか。やはりこれからの課題は粘土の安定供給。そのために粘土シャベルに続く新たなツールを作りましょうかと思いましたが、それよりもまずギア1の機械を作っていきます。粘土歯車、粘土ブレードで。はい、レシピ間違いノルマ達成。粘土リング、粘土ブレードで。粘土切断機ヘッドの完成。これも中間素材です。なんかこれでいい感じに切断できそうだね。粘土マシン筐体、粘土主軸、粘土歯車、粘土プレート、粘土切断機ヘッドで。粘土切断機の完成。名前からして切ったりスライスすることができそうだな。え、スライスできるの？さらに食べようよさらに。粘土まみれの機械でスライスする気？うんうん、やはり切ったりスライスする工程ができるようですね。それじゃあツールを作っていきましょう。まずは粘土を固めて高密度粘土を作り、高密度粘土を粘土プレート作成機に入れて、高密度粘土プレートの完成。なんかティア2って出ているな。どうやらここからはティア2の領域のようですね。粘土ではなく高密度粘土を素材にするようです。次に粘土プレートを粘土切断機に入れて、高密度粘土消炎板の完成。そしてそれを粘土ワイヤー圧延機にかけて、高密度粘土棒の完成。これを2本作ります。高密度粘土プレート、高密度粘土棒で。粘土つるはしの完成。前回作った粘土シャベルより早く、より多く粘土を採掘できます。ほらほら、動画の中の私も喜んでいますよ。これでさらに粘土が集まるね。2万でも足りずさらに集めるつもりなのか。それじゃあ早速性能を確かめに行きましょうか。あれ、前回より山岳バイオーム整地されてないか。録画外の方で前回の倍くらい整地しておきました。もはや報告もしないんですね。良さげに取っておいた鉱脈で試しましょうか。おお、早いですよ。これで粘土採掘もサクサクだね。こういう整地や作業は生放送でやっているので、よかったら見に来てくださいね。さらっと誘導しようとするな。そうそう、粘土を進める拠点のことなんですけど、せっかくなので木材で作ろうと考えてるんですよ。あれ、そこはてっきり粘土系のブロックで作ると思ってたんだが。チッチッチッ、わかってないなぁマリサは。私も何もバカにされるの？時代は逆張りですよ逆張り。一般論や大多数に流れる時代は終わったんだよ。なんか意識高い系のツイッターみたいな文章なんだが。粘土工業には大量の土地が必要なため、それに伴って要求される木材もむちゃくちゃ多いんですよ。ってことで、松の木伐採しました。なんぜ。え、普通に松の木消えてるじゃん。絶対この数は必要ないじゃん。まあまあ、落ち着いてくださいよ。粘土使いの拠点はやはりでかくないといけないんですよ。だからこそバイオームがなくなる量が必要なんですって。違うよミグ、マリサはそういうことを言ってるんじゃないよ。モナの言う通りだ。なんで勝手に環境破壊をしているかってことだ。伐採だけじゃなくて整地しないといけないって言ってるんだよ。違う、そうじゃない。そうですかそうですか。マリサも整地をお望みですか。別に望んでいないんですが、整地しました。まだパート3だよね。ざっと500チャンクくらい整地しましたね。いやはや、久しぶりに骨のある作業でした。それよりもその顔が気になるんだが。一応 Y64 まで整地しておきました。これだけあれば粘土の拠点も作れるでしょう。巨大工業プラント作る気なの？実際に降りてみるとこんな感じですね。しっかりと整地しています。トリックアートとかで騙していないってことだね。ちなみに粘土は約26万集まりました。まあ、パート3だよね。粘土も集め終わったことですし、粘土工業を進めていきますよ。集める規模が違う気がするんだが。今回はティア1の機械を終わらせて、ティア2の触りをやっていこうと思います。まず粘土マシン筐体、粘土歯車、粘土主軸、粘土円柱、粘土パイプで。粘土パイプ圧延機の完成。粘土円柱から粘土パイプを作るための機械ですね。早速設置。まあ他の機械のように加工の。まさかの2種類だけでした。ふんふん、どうやらティア2の機械の動力は水力のようですね。まあ今まで人力だったことの方が驚きだけどね。ってことでまずは、動力源となる機械を作っていきます。粘土台プレートと粘土リングで。レシピ間違えるのがノルマなの？どうやら粘土台プレートじゃなく粘土プレートのようでしたね。改めて、粘土プレートと粘土リングで。粘土水車パーツの完成。
中間素材ですね。というかそもそも粘土で水車を作っても溶けるだけなんぜ。黙れ小僧。粘土水車パーツ、粘土マシン筐体で。粘土水車の完成。これでギア2の機械を動かすことができるようになりますね。近くに水流があることで作動するようです。そうしたら粘土農業の水源を利用した方が早そうだな。まあいい感じに水源を作っておけば作動してくれるでしょう。よしよし、無限水源ができましたね。これだけの水があればなんとかなるよね。動作確認のため早速設置していきましょうか。どこに置けばいいんでしょう。粘土さんの機械だから水に濡らすのはまずそうだよね。今さらめたいこと気にするの？とりあえずはビルドクラフトのポンプ感覚で設置してみましょうか。もしかしたら後ろから水車がズガーンと出て、佐賀県が滅亡してしまいます。水車と佐賀県に何の関係が。どうやら水流に接触していないといけないようですね。まあこんな感じで流しておけば大丈夫でしょう。進捗が溜まっていますね。これに接続して動かす感じになりそうだな。高密度粘土を粘土旋盤にかけて。高密度粘土円柱の完成。これを粘土プレート作成機で加工すると。高密度粘土ブレードの完成。高密度粘土プレート4つを粘土プレート作成機で加工して。高密度粘土台プレートの完成。これを粘土切断機で加工して。高密度粘土円盤の完成。高密度粘土円盤を粘土旋盤で加工すると。高密度粘土リングの完成。そして高密度粘土リング、高密度粘土ブレードで。高密度粘土切断機ヘッドの完成。やっぱりギア2もクラフトが大変だね。その上機械ごとの加工も複雑で大変だな。まあそれがマインクラフトの醍醐味ですよ。どんどんクラフトしていきますよ。高密度粘土小円盤を粘土旋盤で加工して。高密度粘土小リングの完成。粘土と高密度粘土リングで。高密度粘土受け軸の完成。高密度粘土プレート、高密度粘土受け軸、高密度粘土リング、高密度粘土棒、高密度粘土小リングで。高密度粘土主軸の完成。ギア2でもこのレシピはあるんだね。なんだかんだ言って一番きついレシピってこの主軸かもしれないですね。粘土棒を粘土切断機で加工して。高密度粘土小棒の完成。高密度粘土小棒、高密度粘土ショーリングで。高密度粘土歯車の完成。粘土マシン筐体、高密度粘土主軸、高密度粘土歯車、高密度粘土プレート、高密度粘土切断機ヘッドで。初期型フライス板の完成。ギア2の機械作成に必須な機械ですね。早速設置していきましょう。これはどんな機械なんだ？高密度粘土プレートから粘土回路板というアイテムが作れるようですね。粘土工業も新たなステージに行きそうだな。ということで、今回もやってきました宣伝者紹介のコーナー。さーて、今回は何人くらいなのか。ポンポンポン。多すぎない？今回はなんと、522人もの方に宣伝していただきました。ありがとう、ありがとう。まさかこんなに多く宣伝してもらえるとはな。しかし、他人に迷惑をかける人が出てきたのが残念ですね。そういう人は集計してないし乗っけていないのでご了承を。いくら宣伝でも他人に迷惑をかけるのはいけないことだよね。自分の好きを押し付けるのはただの嫌がらせだし。なので、これからはやりすぎないようにお願いします。今回の動画これでおしまい？宣伝者の数の多さに困惑し、作業からも逃げ出す2部。だが現実は彼をあっさりと絶望に連れ戻す。そこに優しい言葉はなかった。彼は今日も、孤独のまま実況を続ける。そして加速する粘土農業。想像と破壊は表裏一体。破壊し尽くされた自然に、2部は一体何を想像するのか。次回、宣伝、逃げ出した後。ということで今回はこれでおしまい。次回もまた見てくれよな。てか500チャンクって多すぎない。今さら突っ込むのかよ。